やっほー人間、まだまだ暑い日が続きますね。ということで、あと数日で3歳のお誕生日を迎えるチワワのごま次郎です。あ、みんなプレゼントのことを気にしているみたいだけど、そんなにお気遣いせずとも気持ちだけで十分なんだぞ。ちなみに俺のおもちゃ箱にはまだ若干の隙間がございます。今日はついに恐れていた事態が起きてしまったんだ。それは俺が最近おしゃべりしていないことへのツッコミだ。まあお盆くらいから我が家はちーっと忙しくてな。きっとそのせいもあるんだけど、原因は別のところにあると思うんだ。ここからはあくまでチワワの俺としての推測だぞ。あくまで予想なので話半分で聞いてくれ。俺の想像なんだが、きっと原因は夏休みにあると思うんだ。なんで夏休みかっていうと、夏休みはパイセンが家にいるだろ。そしてパイセンは思春期真っ最中の青春ボーイだ。夏休みはチャンネルの編集担当の父ちゃんと家にいる時間がバッティングする時が多々あるんだよな。お前らここからは自分がパイセンになった気持ちでよく想像してくれ。思春期の自分の父親がこそこそ犬の動画に犬になったつもりで声を当てていたらどう思う？な、わかるだろ。そんなの見たら俺ならグレる。恥ずかしすぎてグレグレのグレジロになっちまう。ということで、父ちゃんなりにパイセンへの心遣いと自分の小さな小さな小さすぎる父親の尊厳を守るためにおしゃべり動画を控えてたんだなと。あくまでこれは俺の推測だ。何せ仮にも俺が喋っている体でこの動画は作られているからな。みんなの夢を壊すようなことはめったなことじゃ言えねえぞ。しかし今日も母ちゃんは起きてこねえな。お寝坊さんだな。まだかなまだかなと室外機の風を浴びてみる。最高。やっと起きてきたなこの野郎。かむしてやるからな。ということで、夏休みの間パイセンのためと言いながら自分の小さすぎる尊厳を一生懸命守ろうとするとっても器の小さいおちょこサイズの器の父ちゃんなのでした。お前らまたな。